このそば。ご主人様、そこの畑で取れたてのお魚もらったよ。これはサンマ、焼いて食うとうまい。ジュルリそうか、二人ともちゃんと礼は言ったか。ちょっと待て。なんで畑で採れたてのサンマを？池でもあるのか？いや、だがしかし。なおふみ、考えたら負けだ。この世界はそういうものだと思ってくれ。多少はここにも慣れてきたと思っていたが、まだ知らないことは多いな。腹減った。フィーロも。確かにそろそろ昼飯時だな。せっかくだし、ギルドの食堂でサンマを焼いてもらうか。なあ、そうするとしよう。決まりだな。アクアたちも呼んで、サンマパーティーだ。このそば。おかわり。二人ともいい食べっぷりだな。こんなに散らかして、もう少し落ち着いて綺麗に食べましょう。別にいいのよ。ご飯は自分の好きなように食べるのが一番美味しいの。アクアもたまにはいいこと言いますね。その通り、ご飯は美味しく食べた者勝ちです。佐藤一馬さん、お食事中に申し訳ありません。ちょっとお聞きしたいことがあるのですが。お姉さん、どうしました？あ、サンマいります？あ、いえ、サンマは結構です。実は最近、新種のモンスターの目撃情報が相次いでいまして。何か心当たりありませんか？ち
ょっと、なんで私たちにそんなこと聞くのよ。もしかして疑ってるの？そんな深い意味はありません。ただ皆さんでしたら何かやらかし、あ、ご存知かと思いまして。思いっきり疑ってるじゃない。決めつけで犯人にするのは良くないと思うんですけど。お前たち随分と信頼されていないんだな。お姉さん、そのモンスターってどんなやつなんですか？情報によると、見た目は球体で風船のような形状、噛みつき攻撃をしてくるが威力は低いとのことです。直文様、それって。ああ、きっとバルーンのことだろうな。やっぱりご存知なんですね。今やっぱりって言ったわね。どういう意味かしら。ですが私たちはそのモンスターを知りませんよ。バルーンは私たちの世界に生息するモンスターです。なぜここにいるのかは分かりませんが。俺たちがこの世界に来たことに、つまり例の祭壇に関係しているのかもしれないな。なるほど。この方たちは佐藤さんのお連れ様ですよね。そうですけど。ああ、嫌な予感がする。新種のモンスターによって生態系が崩れた場合、かなり大変なことになります。場合によっては責任追及の上賠償金ということも。わかった、わかりましたから。俺たちが調査に行くので、そのあたりのことは少し待ってください。ありがとうございます。ではクエストを出しておきますので、よろしくお願いしますね。ちょっとカズマ、あのお姉さん絶対にわざとよ。わざと私たちに持ちかけたんだわ。落ち着け、アクア。今は直文たちもいるし、手がかりもある。
だな。それにしても、なんでまた賠償金に怯えなきゃ。カズマ、光ってます。体が光ってますよ。えって、私も。これは転送だ。気をつけろ。転送ってなんだ。うおこの人